さあ始まりました。速報です、皆さん。全入国者、隔離期間短縮へ。1月の15日から始まるこちらの措置について、今日はまず流れとしては、 報道を皆さんと一緒にチェックをしまして、その後に外務省から出ている一時情報がもうすでにありますので、このね、日本政府の一時情報をバッチリと押さえるということをやっていきます。えっと、で、その動画の最後の方では、あの、今後の注意点みたいなところもこれね、見えますので、皆さんの国を超えたですね、この往来を、まあ、応援していこうという中でえ、ぜひですね、気をつけていただきたい。今回のレギュレーションが、まあ、プラスに働く方がね、あの、非常に多いと思いますが、 これに気を取られてドツボにはまるということも今後、ね、起きかねないというような注意点がありますので動画の最後の方でまとめもやっていきたいと思います。それではまず報道からチェックをしていきますけどこの動画をですねこれ撮る、本当つい先ほどアップデートがされ始めましたこちらの情報です。入国時の待機期間ですね 10日間に短縮をするという措置が1月の15日から全世界を対象に始まっていくという日経新聞が報じたのがあの金曜日の10時過ぎでしたね、えー、なのでもこれをねえっ、ー、と速報ということで動画を撮っているわけですが日本政府は14日コロナウイルスの水際対策で入国者に求める自宅などでの待機期間を14日間から10日間に短縮をすると発表したんですね。 全世界からの入国者が対象ですえ。適用開始が1月の15日、日本時間午前0時です。変異型、オミクロン型の感染者、濃厚接触者に対する 待機期間の変更に合わせましたというこういった動きなんですが早速ですね一時情報も出ていますのでそれをやっていきますがあのその前にね一応この背景としてはあれなんですよねこの濃厚接触者の待機期間国内のオペレーションに関しても10日間に短縮をしようねという動きがもうね今週末これが えっと、方針転換されてきているという国内の動きに合わせて、水際対策のルールに関しても変更をしたというね、こんな背景が、まあ、どうやらあるようです。で、この10日間という措置が、この、どういう意味合いを持つのかなんですけど、世界各国の動きを見ると、より、この攻めた期間にね、短縮をしている国が多いわけですよ。アメリカだと5日間にね、最近短縮がされましたよね、濃厚接触者の隔離期間が。 短縮されましたした、えっと、イギリスなんかも7日間にとりあえず短縮なのかなで最短で5日間への、まあ、短縮も検討しているというような動きが全世界としては起きていますから、まあ、日本政府が今回10日間という、ねえっと、期間を適用してきたのは、まあ、それなりに保守的な動き判断という見方も、まあ、できるのかもしれません。それでは早速 一時情報、外務省のサイトにすでにアップされていますから、こちらをチェックしていきたいと思います。 1>, 1月の14日のね金曜日の夜に、もうつい先ほどアップされたばかりですが、えこんなことがね書かれていました。すべての国、地域からの帰国者、入国者に求めている自宅または宿泊施設での待機え、待機期間中の健康フォローアップ。これは皆さんがね、MySOS を使って、まあ、ビデオ通話とか位置情報とかねえ、送信する動きですけども、このフォローアップですとか、あとは公共交通機関、 不使用のねこの期間が短縮されますというそんなお話ですよ。オミクロン株が支配的になっている国からの帰国者入国者について14日間から10日間に変更しますよという動きなんですね。でここのね指定が ちょっとトリッキーというか、あの、若干分かりづらいので、この動画では重点的に補足をしていきたいわけですが、この、まあ、オミクロン株が支配的になっている国ってもう今、全世界が対象ですから、結論から言うとね、あの、どの国から日本に渡航をしても、今回の変更が、とりあえずは適用されるというね、こんな理解でいいかと思います。 でこの措置が適用されるのが1月の15日午前0時からということになりますから、この動画をアップしたタイミングではすでに適用がね、開始されているという、まあこういうことなんだと思います。で、これについてはちょっとね、いろんな補足があるので、この動画の後半の方でまとめを含めて、あのパターン化をしてね、皆さんにまた解説をしてみたいと思いますので、えっ、ー、と、まあ引き続きね、見てもらえればと思いますが、今回の変更には他の事項も含まれているんです。 あの、強制隔離の対象エリアが今回また増えましたからね、これについてもバッチリと皆さんとね、位置情報をチェックをしていきますけども、1月の17日午前0時以降で適用される国が、あの、対象に、が広がりました。インドに関しては一部地域が以前はね、適用されていたんですが、この度、インドが全土を対象にして、 強制隔離期間が設けらられるるといううう形にどうやらなるようですあとはタイランドですね、そしてネパール、メキシコ、モルディブという国々になりますけれども、こちらの変更点については、外務省の一時情報、もうちょっと補足が、ね、あります。こちらの はい、えっ、ー、と、指定を、このページにね、起こしてくれていますので、改めてどんな変更だったのかを、皆さんと一緒にチェックをした上で、ちょっと全世界からのね、表組みでのチェックをね、えー、さらにやっていきたいと思いますけども、とりあえずは1月の15日付で、 えっと、隔離期間短縮されますよという動きが、これね、一つ、もう本当ね、えっと、渡航者の皆さん全員に対して国籍関係なく、あの、これ適用されるということになりますから、非常にね、大きな動きなんじゃないかと思います。14日間の待機措置が一律で10日間に変更されますよというね、こんな動きが15日から始まるというのが、まず一つ目です。そして二つ目が、強制隔離の対象エリアが、 あの変わりますというわけでして、これまで待機なしだったところが、ね、新たに3日間のあ強制隔離対象になりましたというところが、インドがもう全土が対象に、ね、今回なりました、まあ、一部だったところがそれは全土に加わりましたということです。 そしてタイランドとあとメキシコモルディブということですねそして三日間の強制隔離措置のオミクロン指定ではなかったところなんだけどもこれが今回指定になりましたとオミクロンの指定になりましたというのがネパールがねこれ該当しますからこちらも三日間の強制隔離の対象に新たに加わりましたというこんな理解でいいんだと思いますそれでは世界の各国からの渡航ですよね各エリアを見ながら強制隔離のパターンがどのように変わった のかこの一覧の表を皆さんと一緒にチェックをしていきたいと思いますけどもパターンとしては強制隔離パターンねこの3日間か6日間もしくは10日間というこの3パターンがあるという点はあの以前からの変更はありませんここに対してエントリーされる国のパターンが変わったと国が追加されたということですねまずアジア圏からなんですが今回変更になったのはインドが一部地域ではなくても全土が対象になりましたよということが1月17日から始まります。3日間の強制隔離パターン 強制隔離ですねそして、えー、とタイランドとあとモルディブネパールが、えー、同じく1 17月のの日日から3日間の対象になりますでアジア圏に関してはあの以前からパキスタンとフィリピンが3日間の対象でしてあとは韓国がね引き続き6日間の強制隔離対象ですからこの点は十分ご注意をされてみてください。 そしてエリアが移りまして、オセアニアですね。オーストラリアのこれらの地域が、あの、引き続き3日間の対象というわけで、ここは変更がありませんでした。そして次のエリア、え北米なんですけど、これはね、米国の全土、カナダの全土が、あのー、強制隔離の対象ですが、この中でも、米国がこれ引き続きですけどね、ニューヨーク、ハワイ、イリノイ、マサチューセッツ、カリフォルニア、テキサス、フロリダ、今ね、申し上げた州からの日本入国にか 関しては6日間の強制隔離になりますのでちょっとねここ厳しめですけどもこのレギュレーションに今回変更がありませんでしたので引き続き適用ということでいいんだと思いますそれ以外のアメリカのエリアとねあとカナダ全土に関しては漏れなく3日間の強制隔離対処ということが続いていますのでぜひご注意をされてくださいそれではエリアを移しまして中南米に参りましょう今回変更があったのはメキシコが3日間の対象になりましたメキシコというとね今その世界の 中中の国の国ででは結構珍しい方で、えっと、ビザ要件だとかあとはその陰性証明とか、ね、隔離措置全部なかったと思いますメキシコに関してはなのでもう完全にねあの、うん、渡航ルールに関してはコロナ前と何も変わりがないというような形で国境が、ね、ずっと開き続けてるということですけども、まあ、このたび漏れなく。 オミクロンの脅威が、メキシコもね、大変なことになっているというわけでして、今回、えー、追加になったというわけですね。中南米は引き続き、ブラジルだとかをはじめとした国が3日間の強制隔離、エントリーされてますので、この点もぜひご注意をされてください。えー、そしてエリアを移しまして、欧州に行きましょう。 こちらはあの非常に多くの国がエントリーされていますが今回については変更がありませんでしたなので引き続きイギリスだとかイタリア、ドイツだとかはじめとした国々ですねこれ9カ国ありますけども6日間の対象がありますので強制隔離の対象ありますのでぜひこの点はあの厳しめになってますからねご注意をされてくださいそして3日間の強制隔離対象の国もそれなりに多いんですよねここに挙げているような国々22カ国まだありますのでこの点も ご注意をされてください。え、そして中東エリアこちらもね。今回変更ありませんでした。イスラエルをはじめとして5。カ国が。 3日間のそしてアフリカなんですけどえっ、ー、とこれねアフリカ南アフリカを中心とした11カ国が引き続き厳しめのね最も厳しい10日間の強制隔離となっていますからこの点は変更がありませんでしたので、えー、ご注意をしてくださいえっ、ー、とあとは6日間の対象国と、えー、強制隔離3日間の対象国もまだまだ残っているということになりますから、えー、ぜひねこの点も踏まえられて、えー、もらえればと思います。 はいえっ、ー、と、えー、というわけでして今のところね全世界のあからの、まあ、渡航ルールについてねまとめをまとめというかその一時情報の照らし合わせをしてみたところですけどもあの改めて今回の変更によってどのような隔離パターンにね変更になったのかこれをまとめていきたいと思います。でこれまでに関ししてては自主待機のの期間として、まあ、強制隔離のねあの 期間間も含めててトーータルでで14日間は隔離してくだださいいねとううようなレレギュレーションだったわけですこれには mysos でのビデオ通話の対応であったり位置情報の通知健康フォローアップも,もちろん必要であ,ってありましたしあとは公共交通機関使わないでくださいねというところが14日間もねこれ続いているというわけですからなかなかねこの遠いところからね地方から あの海外に行かれて、それで帰る方だとか、地方に帰らないといけないという方、特に北海道だとか沖縄だとかね、陸続きではないところなんかも含めた公共交通機関、使えない機関がね、14日間あると、非常に大変だったと思います。これが これらの,あのレギュレーションも含めて10日間にいった、ね、短縮になりますからまだ、ね、あの完全では決してありませんけどもあのひとまずはあの若干の緩和に、まあ、全員が、ね、対象にしてなったということでいいんだと思います。で今回の変更によって自主待機期間10日間に一律になりますからえこの点が大きな変化ですよねえ。そしてこの10日間のうちの3日間もしくは6日間、10日間。 とまあ、10日間って言うともうね、マックスで、えー、そうなっちゃいますけども、強制隔離期間のパターンがあ、先ほど皆さんとね、読み合わせをしたように、世界各国からのパターン、あの、どの国から渡航するかによって、このパターンが決まりますから、えー、この点はね、えー、ぜひ、ご自身の国、えー、渡航計画と照らし合わせをして、えー、見てください。 一応ね、これ、どの国からという、からのとこ、というところもあるんですけど、あの、過去14日以内の滞在歴が求められるとかね、そういう定義で、あの、いいんだと思います。この点もね、補足をしておきますけども、今回の変更でのね、注意点についても皆さんにね、一つだけ述べておきたいと思いますけども、これはね、一時情報にも記載があったんですね。 えっとね、こちらです。外務省の一時情報のカッコ2に書かれてたことなんですけど、えっと、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認された国があれば、 これは別のお話ですよということで、布石を打ってるわけです。要するにね、この水際対策を今回はね、一辺倒に緩和だけをしたというような認識では、おそらく日本政府が、そういう認識ではなくて、たまたまオミクロン株の、えっ、ー、と、この、まあ、濃厚接触者だとかも含めた潜伏期間ですよね。このあたりが、 あの、少なく見積もることができそうだというね、あの、全世界のトレンドがあるので、まあ、そこに乗っかって短くしたというところが、あの、今回のね、背景としてあるわけですので、これ、オミクロン株以外のものが新たに流行り出したら、この限りじゃないよというところに布石を打っているというですね、今後も水際対策はそれなりにやっていくぞというような意思表明にも受け取られるですね、えっと、ルールがここにきちんと書かれてますから、今後の動向をね、この、まあ、あの、決してオミクロン株以外 の新しいものが出てきてほしいなんてことはね誰もあの望まないわけですけどもまあ最悪の事態なんかも想定された上でのルールがねここに記載されているということになりますからまあ今後の,あの新しい変化分の動きなんかはあのよくよくね注目をしながら皆さんのこの隔離期間ですよねこちらがまだねこのダイナミックにちょっと動いていきそうな匂いはしますので是非ねこの辺りのウォッチを皆さんと一緒にできればと思います。 ということでして、本日は全入国者を対象にした 隔離期間の短縮が行われますというね、1月15日からの動きについて解説をさせてもらいました。まあ今のところね、見る感じだと全世界的には、あの、まあいろんなね、いざこざありますけども、渡航緩和を無理くりにでも進めていくというようなフェーズにね、入っていってる国があの非常に、ね、多くなっていきました。アジア各国に関しても、だいぶね、日本もそうだし、フィリピンだとかタイランドとかね、あと中国とかも含めてね、中国はちょっと、まあっ、あの、 なんだ。ちょっと別格ですけど、まあ、それ以外の国に関しては、あの、少しずつね、緩和をしていこうというような流れも見えますので、このあたりね、本日、本来であれば、今日ね、 世界ニュースを皆さんにね、お届けしてあの、ライブをね、やりたかったんですけど、えっ、ー、と、まあ、こちらの速報が、まあ、多分優先的だろうということで、ちょっとね、予定を変えて、えー、発信をしてみました。なので、えー、世界のこの渡航緩和のトレンドについては、また土曜日あたりに移動をしてですね、皆さんと一緒にチェックができればと思います。で、この後にアップされる動画に関しても、引き続き全世界の渡航情報ね、緩和の流れがお伝えできるんじゃないかなと思いますので、えー、今日の動画ね、役立ったという方は、 チャンネル登録をされて、また次回の動画でお会いできれば嬉しいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。大好きでした。